アメリカが衆国テキサス州、グースクリーク出身の俳優である。主に悪役としてよく出演している。1988年のアクション映画、サンダーブラスト地上最強の戦車では主演を務めた。日本では1978年のサーフィン映画、ビッグウェンズデーのリロイ、ザマゾヒスとスミス役でよく知られるようになった。100本以上の映画に出演している。ビジーは、 テキサス州で生まれ、オクラホマ州で育った。カンザス州のピッツバーグ州立大学で、奨学金を得て2年間フットボールをした後、オクラホマ州立大学で演劇を専攻し、大学在学中からドラマーとしてバンド活動をした。1970年代にテレビや映画で小さな役をこなした後、1971年にエンジェルズ、地獄の暴走で映画デビュー。 1978年には、バディホリーストーリーで、バディホリーを演じて、英国アカデミー賞新人賞や、全米映画批評家協会賞主演男優賞を受賞。ビジーは、最初の妻との間に、息子、ジェイク、トレイシー・ハッチンソンとの間に、娘アレクトラ、妻、ステファニー・サンプソンとの間に、息子ルークを設けた。ジェイクは俳優。ルークは2010年に生まれた。 1988年にヘルメットなしでバイクに乗り事故を起こし重傷を負った。一時期コカイン中毒だったが1995年に過剰服用して意を止めた。2011年にタルサ国際空港で女性に激突して怪我を負わせたとして訴えられた。2012年に自己破産した。ありがとうございます。